新宿2丁目ゆまチャンネル、サルタでーす。ゆんでーす。もちです。ゆまです。可愛くないね、やっぱりね。うるさいわね。今回ね、佐藤ちゃん、はい、ちょっと佐藤ちゃんのようなのんけの男性、そして見ていただいてる女性、私たち芸人の方々、皆さんにぜひともおすすめしたい、はい、私たち新宿2丁目の芸が今ちょっとね、まあ流行りつつあると言いますか、うん、やっぱ私たち芸ってさ、好きな男と恋愛するために、まあ見た目も気になってちゃんとやってる方かなと思うのよ。もっとやらないといけないよ。ほんでやっぱり綺麗にかっこよくなっていくために、最新新宿2丁目の芸場芸で流行っている美容法をおすすめしたいなと思います。なんかさ、もっとね、あなたたち二人もね、もっともっと顔をね、良くして、ブラッシュアップしていった方がいいと思う。うん、言われたくないよね。わかる。早いわ。幸せになりたいんでしょ？ね、幸せになりたいんでしょ？今回はですね、美容法の中でも、テープ美容をご紹介させていただきたいと思います。テープ美容でございます。最先端なんですか？最先端でございます。使う道具はこちらです。最先端セロハンテープでございます。こちらを使って、もうやっぱりね、幸せになってほしいの、あんたち、うん、もっとね、いい顔になってほしい。お姉さんにかっこいい。懐かしいね。かわいいね。これを使って今日はちょっと美容法やっていきたいと思いますので、ピーヤンから、ピーヤン真ん中来てください。で、モッチーこれ1個ね。はいはい。あ、ピーヤンを私たちがアレンジしていくの？そうそうそう、当たり前じゃないの。今の顔のチャーミングポイントどこ？自分自身で。あ、そうね。好きなところ、部分。好きなところ。目。目？おー。話すとチャーミングにした方がいい。もっと話す？寄せる？もっと話す？寄せる？ちょっとやっていきたいなと思う。もっとね、幸せになりたいんで彼女欲しいでしょ。どうする？私たちください。私たちも生きてんだから。それはそう。ね？じゃあ、目ちょっと置いとかない？いいよ。目ちょっとチャーミングだから、やっぱ生かそうよ。いきなりぐちゃってした原型。ちょっと待って、私ね、やっぱ気になるのがね、目可愛いのに、これ、真ん中のね、このね、お花がちょっと可愛らしすぎる。そうね。もうちょっとね、上げたいね。やっぱね、真ん中のこう、インパクトしないといけないから。やっぱアップノーズの方がね、綺麗に見えるから。早く早くアップノーズっていうの。アップノーズ。早く着なさい。アップノーズはね、上品に見えるんだよ。ね、あー、可愛いよ。可愛い、可愛い。超かっこいい。あ、可愛い。可愛い。どうしたの？可愛い。あ、いいよ、いいよ。こぶたちゃん。あ、可愛い、可愛い。口角上げたいね。あ、なるほど。口角上げ、口角上げようか。ね、もっと長い方がいい。もうちょっとそうね、長いので、ガッといった方がいいから。こんな感じかな。ちょっと上げて、リグタップね。リグタップして。若いのリグタップしていくの。こっから行こうか。うん。こう行きたいね。だからこの辺から。うん。はいはいはい。あ、待って、ちょ、油が多い。若いから油がいっぱいあるのよ。こういう、あ、かわいいかわいいかわいい。お目でチャーミングポイントだって言ってたけど、もうちょっとこう、なんかナイトメアビファークリスマスみたいな、骸骨みたいになってる。あ、かわいい。目が見えない。チャッピーだっけ、なんかあれ、あの映画の、ホラー映画の、そうそう。あ、かわいい。次はモッチーさん、真ん中来てください。あんたもやるからね、この。やっぱさ、この人さ、なんかイケてるイケてるとかさ、自分で思う。自分では言ってない、全く。いや、いや、これやんの。いいよ、早く、モッチーもっとイケメンに。今さんの持ち込み企画、お笑いすぎるんだ。そう。大丈夫？コミックになっちゃうの、ついつい。笑いが好きなの。何この企画。笑い。ちょっと待って、これさ、これ下げた方がいい。なんかさ、あんたってさ、こう顔がさ、整いすぎてるっていうか、上がってんじゃん、こっちが。下げた方がいいんじゃない？だからよ、このね、鼻をね、目もなんかこういうことでしょ。下げるんだ。もっと
ダウンロードって、うん、ダウンロードね。喋るあ、いい。ちょっと見て、これだけでほらすごい美容、これだけで変わるの。お手軽でしょ。すごい変わるあんた、えげつないわあんた、あと早く、ね、どこ変えた方がいい。ねえ、ダメや。泣いて泣いてだってぐちゃぐちゃなんでなんか美容法なのよ。私たち綺麗にならないとね、ゲイは喋れないんだけど早く、いいやもっちをもっと男前にしてあげなさいよ。早く、どうすんの。何やってんの、早く何やってんの、これ一番ひどいよ、今まで。早く美容法だからね、ゲイのテーブル涙で鼻水が鼻水何やってんだこの前。早く綺麗にかっこよくしてあげてよ、この子。もっとモテるように。早くビーや、早くやってあげなさいよ。くとわずかもびっくりよ、ほら。早くやってあげなさい。あの目で止まらない。ちょっとね、ないか。かわいい顔してるわ。はい、いいいいよ。もう日頃の恨み込めてる。あ、すごいすごいすごい。日頃の恨み込めてんだろうな。すごくいい、すごくいいよ。見えなきゃなってくるんだけどね。あ、もうちょいい感じね。完成でーす。かわいい。危ない。てんやおいで。ガムテープないの。ガムテープも、いやガムテープないでしょ。あるある。嘘、ないって。ないでしょ。なんでそんなでっかいテープ持ってくんのよ。これいいじゃん。かわいそうだ。いや、それテープで100円でこんだけ笑えるのすごくない。すごくない。なんでもね、お金かけたらいつもちゃうのよ。こんだけ笑えるんだけど、見てこ。ちょっと、ちょっと、嫌だ、こんな顔で。美容法だからね。なんで、え。ちょっと、ひどい、ほんとひどい。とりあえず一回これで。可愛くなったわ。何よこれ。あ、でかいとあれだね、細かい調整がうまくできなくなっちゃうんだね。あ、なんかやってたでしょ、こうやってこうやってやるって。さ、目がきついんですよ、この人。酔うと目がきついのよ、酔うとさ。酔ってないわよ、今。何してんの、ちょっと。あ、でもなんかちょっと一回剥がそう。痛い何してんの。なんか抜けるわよ、毛も。ちょっとやり直そうか。ちょっと何してんの。ブスブス。ちょっとやめ、何よ、怖いから。真剣にやろ。真剣じゃなかったの、今も真剣にやる。あんたも違う。やばいから。目、目やっぱ、もうちょい開こうか、上をね。もうちょっと開こう。何これ、目どうなってんの。もうちょい開いて。すごいね、ほら、大きくなった瞳がね、ほんとな、ほんとね。ほら、柔らかい感じになったでしょ。どうも、おいでなんか綺麗な顔してんね。ムカつくね、なんかね。どこへ綺麗よ。やばいって。バチバチに貼られてるからね。ほんと。お腹痛い。やばい。やばい。なんちゅう顔してんの。どんな顔してる。すごいね。なんか普通に見せた顔してる。ちょっと変だよ。ピーヤも貼れないよ、ほら。ね、ほら、ほら。ねえ、ちょっと。愛嬌が出てきたんじゃない。愛嬌が。下唇。痛い痛い。ね、あ、いいね。
鼻もちょっと横ね、コミカルな顔でしょ。だからきついのよ、性格が。だからさ、やっぱさ、うるさいよね。可愛らしい。可愛らしいですよね。何が可愛いな、これ。なんかさ、硬いな、皮膚が。ね、痛いってなんかあんまブスだよだれでしょ。汚ねえ。いや、ですすごいです。プレデターみたいなプレデターみたいなこと。プレデターみたいなことやばいこれ。だいぶどうですか。おばあちゃん、おばあちゃん、こっち見て。熱でねえな。大丈夫。ゲイのリオホーをいただけさせていただきました。いかがでしたか、皆さん。ちょっと3人、やってみてもらいましょう。こんな感じになってる。すごい、で、ビーヤンがすごい、なんかチャッピーだよね、もう本当に。綺麗になりました。イエイ、ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、新宿人生ゆうまチャンネルでした。またまた。